今日は私たちは初に長屋で外で食事をしました。じゃあこれはごちそうさまでした。あ、とっても美味しくて楽しかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。日本語で長屋様と取材インタビューをしたいです。はい、長屋様はいつドイツに来ましたか？2000年に来ました。はい、それから、江戸の東洋の料亭に、勤めていました。はい、はい、江戸の最後の料亭をね、来て半年でしまうんですけど、はいはい、それから、イタリアに行ってミランのノブのレストランに勤めていました。はい、ミラノに行って少しヨーロッパで日本食レストランが、はい、なぜ成功しているのか、どういうものの考え方をしているのかというのを勉強したくて。それからドイツに帰って、はい、長屋というのレストランの創業をしました。はい、その時はどうでしたか？その時はそうですね、もうとりあえず最初はお金がなくてもう大変でした。まず、ね、店舗を見つける、もうドイツ語も分かんないですし、まあ、いろんな人の助けをいただいて少しずつ、開けるようになって、後から2009年に移りました。2009年、はい、そうですね、はい、新しいところでは料理の進展をよくできていますか？そうですね、前のお店はすごくキッチンがちっちゃくて、あと地下と地上下に分かれてたんで、やりたいこととかなかなかできなかった部分がある。もちろん経済的な面でもそうだし、まあ、今こちらに移ってこれって、まあそうですね、少しずつやりたいことが実現できるようになって。長屋様の料理のスタイルを描写してください。そうですね、まあ日本食の、まあ、解析のテクニックを使って、ヨーロッパの人に受け入れられやすい味というものを目指して、日本料理がこうだからってこう押し付けるのではなくて、ヨーロッパの人が好きなものを、まあ、ヨーロッパにもたくさんいろんないい食材がありますので、それを使って日本料理を表現する。ドイツの文化やドイツの生活環境は反響がありますか？そうですね、まず料理と文化すごいつながってるので、まずドイツを知ってドイツにを知って、それから少しずつ、今までそうですね、2003年からもう12年なんで結構時間が経っちゃいましたけど、その間ずっとドイツ人の人の考え方、ヨーロッパの人の考え方、文化っていうのを少しずつ勉強していって、その結果こういう形の料理になったということです。ああ、わかります。食材はどこから買い付けていますか？日本から、ドイツから？日本、そうですね、日本からもありますし、あと韓国もありますし、あとフランスからも、ブルターニュとかありますし、いろんなとこからですね、世界各国、カナダからもありますし、カナダ、オーストラリアもあります。あとオランダ、あとたまにチリとかもアメリカもあります。2010年の10月にミシュランガイドで星をありくつきました。これは気しましたか？びっくりしましたね。まずまだもっと勉強しなければいけないと思っていた。ちょっと早いかなと思いましたねでもまあ勉強は終わることはないので、それから何を変わりましたか？そうですね、まあいろんな
層のお客様に来ていただけるようになったっていう。あとやっぱり自分も気を引き締めてやっていかないといけないなというね。今日観客数も変わりましたか？観客数も変わりましたか？観客数、はい、そうですね、平均するようになりましたね。次はお酒です。日本酒は多種多様の飲み物ですけど、まだドイツ人はワインの方が人気があります。長屋さんの料理についてワインは何意味がありますか？そうですね、ワインはやっぱり地元のものなんで、はい、その地元のものに合わせた料理ってのもやっぱり大事だと思う。ワインは、うちにとっては切っては切れないものだと思います。長屋さんとワイン係一緒にワインと酒を決めますか？一人で決めますか？そうですね、みんなで話し合って、はい、私の家内とかソムリエの子とか、はい、話してこんなキャラクターがいいんじゃないかなとか。全体基準は何ですか？全体キッチンは何ですか？全体キッチン、全体キッチン、いいどうしよう、すいません。全体キッチン、ちょっとカット。Criterion des Weines、 全体キッチン、全体をワインは、ワインの全体、ワインの全体、そうですね、ワインはやっぱりドイツのやつがうちは多くて、はい、やっぱり地元のもの、それからフランス、そうですね、あと、イタリア、オーストリアとか、やっぱり全体としてワインの方が皆様好まれるということで。わかりますね。お客様は何に旅行しますか？ワインですか？お酒ですか？そうですね、半々ですね。半々、あ、そうだ、面白いですね。お酒も冷たい、冷やで飲む美味しいお酒もあるので、はい、ここでしか飲めないお酒もいっぱいあるので、はい、日本のミシュランシェフに関心がありますか？わ、すごい人たちばっかりです日本もそうですし、ドイツのミシュランのシェフたちはもうみんなすごい人ばっかりなんで、僕はまだヨーロッパに対して素人なんで、はい、ヨーロッパのキッチンに対して、はい、すごくいろんなシェフからいろいろ学んでます。時々日本に行きますか？食べます？いや、全然帰ってないですね帰ってないですね。あ、すみません帰りたいんですけど、なかなか帰れないですね。あ、わかります。帰ったの5年前ですか？5年前。あ、どうですか、ね、わあ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとう。